さんこんにちは。今回は新潟県越後湯沢エリアにある、ガーラ湯沢にやってきました。今回もゲレンデレポです。前回に引き続き越後湯沢からの動画です。ちなみに、どか雪は降っていません。なんなら気温高くて雨も降るよな。春まで雪は持つのか？とはいえ雪は待ってくれないので、できる楽しみ方で遊ぶしかないですね。今日はやっと晴れ日の撮影だな。ガーラというと混んでる。がまずイメージすることだがどうなんだ？天気が良いので撮影に良さそうなスキー場を考えていたところ、平日であれば混雑度はそこまで、という噂を聞きつけてやってきました。噂は本当か確かめよう。念のため朝一に来たので最低限は滑れるかと。とりあえずサムネ撮影してリフトに乗っていくぜ。一旦ゴンドラは全然並んでませんでした。新幹線で来る人がまだなのかもしれないですね。リフトが動き始めたようなので行きます。人が全然いません。現在時刻8時20分くらいです。まだ動いていないので当たり前ですが、真ん中のリフト前に人がいないガーラは違和感がありますね。とりあえず動いたリフトから乗っていきますか。朝1、8時10分からはこのEリフトだけ動くみたいです。とりあえず乗っていきますか。このコースを滑るようです。土ですね。降ってないから仕方ない。この前日、下界は雨、ゲレンデは大雨だったそうです。雪質どうなのだろう。着きました。同様の朝一勢がいますね。早速滑っていきましょう。さて滑っていきます。まずはメロディだな。普段スクールのレッスンとかで使ってるコースですね。雪はないけど圧雪はかなり良さそうだな。硬いけど良いですね。ちょっと踏ん張りが必要ですがカービングも悪くないです。そういえば、スクールで思い出したけど、ガーラは新幹線で気軽に来れる初心者に優しいスキー場で有名だよな。エーデルワイス以外はね。特徴はレンタルの窓口が多くてスクールにも力を入れているイメージかな。キッズスクールもお子様のレベル別に細かくクラス分けされていて、比較的少人数クラスで行われているようだよ。お子さんを預けてる間に滑ったりできるな。そういう意味では老若男女問わずに体験をしやすいスキー場だよね。8時30分でDリフトが動き出したな。まだ空いてますね。乗っていきます。天気が良いな。圧雪もかなりちゃんとやっているようでコースに段差などなく滑りやすいです。一旦初中級のエンターテイメントを滑ってみます。空いてるな。バーンが良くて滑りやすいです。結構スピード出そうなので気をつけます。安全第一だな。スキーの方がだいぶ早かったです。守りすぎてない？そんなつもりはなかったのですが、朝一はちょっと慎重になるね。追いつきましたね。接触だけ気をつけろよ。リフト乗り場に板を履いていない海外の方々がいました。板持たずここまで上がってきてるってことは観光なんですかね？雪という存在自体が珍しい国もあるだろうからな。まだ B リフトが動かないのでもう一本 D を行こうと思います。次は左側、中級のジジを見てきます。ちなみにリフトはほとんど並ばなかったな。まだ空いてますね。ここ分岐どこからかいつもわからなくなるよな。ここでした。誰もいませんね。結構スピードが出ます。圧雪のキステン跡が綺麗に仕上がってるな。ここ広めだしカービングでもして遊びます。ここの下狭いから速度の出しすぎ気をつけろよ。Bリフトはまだですね。少し待ちます。ちょっと待ったらBリフトが動きました。現在時刻は9時だな。まだ空いてますね。いい上だな。石内側の北エリアも同時に動き出したようなので見に行きます。
て、北エリアだな。一旦正面のブロードウェイを降りようと思います。こちらは当然北向きなので、日当たりが悪いからか中央エリアよりさらに雪が固く感じます。この硬さとシャドでバーン荒れた箇所あったら吹き飛ぶな。ちょっと不安でしたが、こちらも綺麗に圧雪されていて非常に滑りやすかったです。まだパークはないんだな。ここ去年は大きめのキッカーを作っていましたが、今年はどうなんでしょうか？パークができると北エリアも盛り上がるしな。そんなこんなでもう一本北エリアのコースを行きます。リフトから見えた上級のスーパースワンです。日圧雪がガシガシに硬くなってそうだな。これを見たので今日はここは行きません。続いて北エリアの迂回コース、初級のスワンを行ってみます。あ、人がいた。今日は今のところそのレベルですね。やっぱり迂回コースには人がいて安心だな。お客さんの層なのでしょうか。この日は迂回コースだけは人を見かけました。迂回コースの方が危ない気もするけどな。初級と書いてあるから初級なのでしょう。なお、混雑しやすい構造化は表記の見積もりに含まれていない模様。詳しいコース解説は以前動画で出しているので、興味がある方は概要欄からそちらをご覧ください。しれっと過去動画宣伝するなよ。ここ右行くとさっきのガシガシですね。行きません。ちょっとは幅広い視聴者の方のニーズに応えろよ。行きません。ここも春だと止まるイメージがありますが、止まらずに通過できましたね。さて、北エリアも一通り滑りました。スーパースは次は南エリアが空いたようなので向かいます。人が降りてきてますね。ここから混むのか？南エリアの前に少々寄り道です。山頂リフトも動き出したな。初級者の方はご遠慮くださいとのことでした。さて山頂、グルノーブルです。朝一のここは景色と疾走感が良くて最高だよな。ついつい寄り道してしまいました。誰もいないですね。行くのか？さすがにここも結構硬く段差が怖かったので慎重です。少しは攻めろよ。行きません。このまま個人的ガーラ最上級コース、エーデルワイスに直行します。来ましたね、エーデルワイス。詳しいコース解説はそれはさっきやったからもう良いだろ。行きません。エーデルワイスです。入り口からして賑わってるな。ガーラが今日も賑わっていて何よりです。接触が怖いので注意して進みます。声掛けして左譲ってもらいました。日本人とは限らないだろ。ここから先が南エリアとの連絡口ですが平坦で止まる恐れがあるので、ちょっと飛ばします。飛ばしたらスキーの方々の集団に参加してないか？なんか参加してました。ギリギリ届いたな。では集団に参加していきます。この辺りまでかなり平坦で油断できません。よく考えるとこれ結構山の横に移動してるよな。湯沢高原が近くに見えるくらいには移動してますね。ここで勝手に集団参加はおしまいか？スキーの勉強になりましたね。南エリアですが、雪不足で日圧雪がオールクローズで、中級の依頼座のワンコースのようです。ここ土。ここも土。その割になんか伸び伸び滑ってるな。南エリアは個人的に結構好きなんだよね。リフトは例人並びのようです。高原が見えるな。これで中央戻るのか？
絶対撮影外回すやつだろ。これを見ると非圧接エリアはもう少しかかりそうだな。さて、撮影外も楽しんだことだし、そろそろ中央エリアに戻りますか。しれっと自供するなよ。南エリアは面白かったですが、ワンコース営業は寂しいですね。今後の振りに期待だな。これで一通り朝一の環境を調査した感じだよな。そうだね。エーデルワイスに戻って下降りて、そこから下山コースで降りようか。ここは定番の泊まりゾーン。合流までスキップ。帰ってきました。エーデルワイス後編は平日はどうなんだ？わからないけど、今日の感じそんなに人いる想像はできないね。星座？それもスタイルですね。いつもの休日に比べたらだいぶスムーズだな。やっぱり来てみて思ったけど、今のガーラ平日空いてる説はあるのかもね。ただ2月になると旧正月とかあるから、海外の方がもう少し増えるかもしれないな。そうだね。混雑しすぎはちょっと敬遠しちゃうけど、急に好きすぎると心配にもなるね。こういう雪不足のシーズンは何かといつもと違う景色を見るよな。いろんな意味で。さあ、メロディの裏と合流。ここはスクールとかでも使うと思われ、賑わってますね。ぶつからないよう気をつけろよ。一応、前後確認しながら進んでいます。10時30分現在、リフト空いてるな。まだ空いてますね。ここで少々トラブルです。例年はここからトンネルを通り下山コースまで歩いて移動できるのですが、北エリアに回れって書いてあるな。雪不足の影響でしょうか。しかしガーラの下山コースは久々に滑りたいものです。じゃあ北エリア行くか。仕方ない。ワープ。帰ってきました。北エリア。ていうか雲行き怪しいな。意外とガーラ空いてたな。今はまだ、かもしれない。引き返すなら今のうちだそうです。下山コースは結構融雪していたので、エンディングのダイジェストでお届けします。いかがだったでしょうか。ガーラ平日空いてる説、意外と嘘じゃなかったな。スキーやスノーボードはどうしても環境に左右されてしまうので、こういった経験を経て少しでも快適で新しい遊びの教訓になるといいですね。あとガーラはファミリーの方にとっても悪くなさそうだったな。まだ下山コースの途中ではありますが、物資も多いので今日の動画はここまでです。これからのシーズン本格化を願いつつ、今日の動画は締めたいと思います。今後もスキー場の解説動画を投稿していきますので、動画が良ければぜひチャンネル登録、高評価、コメントいただけると嬉しいです。インスタや TikTok も投稿してるから、概要欄からぜひフォローしてね。それではご視聴ありがとうございました。さようなら。